プレゼントっていい？うん。よいしょ。ただいまー。アレクサ、サブちゃんつけて。おー、すごい。おー、アレクサ、すごい。たまらない。おいおい。楽しかったな。うん、昨日宅飲みでもしたんですか？昨日宅飲みだったね。あー、美しい。うん。ちょっと名残飲もうぜ、ここらへん。いやー、これ好きかなーい。え、頑張って。はい。頑張れる。はい、アップしたい。わーい、大変美味しい。お邪魔します、失礼します。最高だな、家で飲めんの。宅飲み、涼しい。宅飲み、楽しくね。久々かもしれない。いや、もう今日来ると思ってね。クーラーつけといたの。いや、来ると思ってる感じの汚さだ、汚さじゃないでしょ。何、これ。あ、それ、わーい。これ、生いこう。おー、いいっしょ。乾杯。ピー、おいしい。外歩いたから、またうまいね。え、大変負けていい？いいよ。旨味足りっか、昨日か。まあ、いいや。めっちゃこのまま名残が。宅飲みとかする？あんまり。みんな友達実家暮らしだから、これは、うまくあかんな。よし。頼っていいよ。パワフルなので。よしよし。美味しくない？うまい。エイヒレみたいな感じだよね。エイヒレは好きじゃない。マジで。むず。好みが複雑なんですよ。理解し、すんの難しそうだな。まあ理解してもらって。マジ？海浜も以外は。海浜も以外は、おつまみって何があったっけ？海浜も多かった。海浜も。あ、生ハム。ああ、え、あれ常駐して常備しといてくれたら全然広告めっちゃくる。生ハム。あ、じゃあ来てほしいから置いとくわ。あ、マジ？うん。よいしょ。生ハムだけで来てくれる。ちょうど山みたいに。ちょうどいいな。違いますよ。もっとなんか高級な、なんだろう、高級なメロンとか置いてくれないと。生ハムメロンしようとしてんじゃん。何せ甘く見やせて。いいじゃん。辛っ。彼氏っていつからいないの？半年くらい。半年か。結構長いな。長い？うん。あんま長いと思ってなかった。マジ？全然フリーがいいって感じ。俺？うん。あ、でも3ヶ月ぐらいだよ。そのものか。うん。まあでもしばらくはフリーでいいかな。ほんと？遊んでんの？いや、そんな遊んでもない。遊んでもない。何してんの？でも半年間でしょ。うん。ってそういうこともしてないんだ。え、まあ、してないね。そのね。聞かないですよね。え、でも真面目折りにしてるので。はいはいはい。チャラチャラしてないんだ。え、なんかチャラチャラしてるお前じゃないですか。いや、でも絶対フリーだったらいろんなやつ遊んだがいいくね。いろんなやつっていうか、なんか遊んだ方がよくねって思う。周りにそんな男いないし。そうか、いたじゃんとか。嫌そうな顔すんな。休みの日は何したの？休みの日？あれだ、家でネットフリ見たりしてる。あー、俺も好きよ。いやー、でも割と外出るの好き。あ、本当？映画見に行くの、見に行くのが好きで。絶対家で見た方がよくねって思う。え、マジ？だって、なんかあの素晴らしい音響とでかいスクリーンの没入感。宇宙スクリーンあるし。音響も素敵だし。いやいやいや、なんせ人混みが結構嫌いだから。めっちゃ陰キャじゃん。陰キャだよ俺。出たくないから。家派なんじゃん。またうち来たし。どっか行こうよ。それ結構きつい。激しくじゃん。そうきつい。だからここ夜とか来て飲むがいい。なるほど。じゃあなんか映画見る。あ、いいよ。何見るか、ホラー映画見るか。え、無理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 。ガチ無理。甘いの、違う、苦いの、辛いの、酸っぱいの、怖いの。怒られるのは嫌でしょ。怒られるのも嫌い。平和に生きていきたい。なるほどね。いや、映画でもいいか。どうしますか？それ、飲み切ったら。はい。きつ。頑張れ。うわ、イカチーノが。あ、いってるんで。これ一緒に飲むよ。ね、無理無理無理。いや、頑張ろう。めっちゃ、何それ。甘の音。甘の音。天の音。こんなん、内容分かって飲んでる人も少ない。間違いない。どうも。セ
せるふり感じ。乾杯してくんないの？失礼しました。乾杯、はい、今日飲むか。はい、飲みます。めっちゃいいな、今日来てくれてマジ嬉しい。本当？こんなはずでは。はい、はい、いらっしゃいませ。涼しい涼しい。じゃあクーラーつけて。え、めちゃめちゃエコじゃないじゃん。消す方がエコじゃないってありますすごいヘリクス。ヘリクスかな。失礼します。はい、よいしょ。あ、楽しかったな。飲み直し飲み直し、飲みしましょう。します。あ、何かなんかストゼロと、無理無理無理、これ買っちゃった。無理無理。あ、これクラフトはめっちゃ好き。あ、好き？美味しい。どうもどうも、ありがとうございます。これストゼロか。ないっけ。イタチ。よし、じゃあ乾杯するから待って。待ってます。はい、乾杯。わーい。マジで。あ、でもこんな感じだったっけ。同じ感じ。そう。なんか酸っぱい。何パー？これ9%です。そんなの横の強いと思ってなかった。6%。それ何味？リンゴ。引き立つリンゴ。どう引き立たせてんだろうね。なんか、え、なんか解説ないのかな、うん、どこら辺がクラフトなの？チューハイ好きのあなたにのため、カミカミ読んで代読します。お願いします。果実のいいところを引き立たせるアイディアで本当に美味しいチューハイができました。そのアイディアを知りたい。ありがとう。あ、チョコじゃん。チョコ、これと、これを引き立たせるグリーン豆、わさび、わさび味。わさび辛いの食べれないんだよね。わさび、うん。気づいたわ。開けていい？ちょっとチャレンジはしてみよう。あ、そっちから。え、また正解は？え、わかんない。よし。おお。え、すごい。ちょっとバッて開けていい？いや、そうだね。待って、失敗した失敗した。違う違う違う。モンスターも違う。ああ、お疲れ様でした。お疲れ様。これマジ最近ハマってる。一個食べてみ。いきます。え、めっちゃ。あ、でもそんなわさびっぽくないかも。あ、結構いく、これ。マジ？うん。あ、やばい。やばい。時間見ときな。あ、知らな。時計置いとくか。どうも、ここから駅どんぐらいだっけ？ここから10分前に出れば余裕。あ、了解です。5分に着くよ。ちゃんと余裕だ。あ、やばい、わさびの後遺症が。マジで？そんなになんだ。俺、辛いの苦手な人に気持ちわかんないから。え、でも、あの、その、なんか和風な苦いよりも、うん、あの、なんて唐辛子系、そう、カラムーチョ系の辛いはいける。あ、そうなんだ。スイーツは好き。え、甘いのめっちゃ好き。甘いのはもういくらでも食べます。超好きなのかもね。なんだこれ。ね、行きたい。え、なんだ、スイーツ屋さん巡り。ね、したい。カフェみたいな。なんだ、あんま分かんないや。カフェとか行く。カフェ行きたいの。なんか、なんだ今流行りの。今何が流行ってるの？ねえ、ちょっと流行りが遠いんですね。ちょっとね、疎いから調べる。インスタが頼り。あ、インスタなんだ。俺 TikTok とかで調べてすみません。まだインスタ派。どっちが遅れてるんだろう。わかんない。あ、え、これ流行ってるくないですか？いや、わかんない。なんか、この、うわ、すげえ、よくわかんない。なんなんだろうこれみたいな。あ、吉祥じゃん。なし、アイスのバラの焼き水氷か、焼き氷。設定焼き水やね。すごい。これなんか最近すごい見るかも。吉祥寺いいじゃん。え、行こうよ。行こう。でも有名なんだ。リサーチ嘘だった。私も全然わかんない。伝えるね、マジで。背伸びするか、2人で。え、ぜひ伝えます。